はい、こんにちは。栃木のたけし農場です。今日はね、台風一過っていうのかな、台風が通り過ぎましてね、フェーン現象であったかいです。ちょっとね、さすがに午後1から始める根性ありませんでしたとは言ってもね、風があるんで結構体感温度はそんなに暑くは感じないですね。今3時なんですが、草刈りやってます普通じゃありえないよねで、いつものようにね、マキタの草刈り機の U ハンドルですね。で、このバッテリーがね、サードパーティー製の9アンペア、先日買ったやつを使ってね、今ちょっとこの部分だけ、短辺側のね、道路付きの部分だけやりました。で、ほとんどがね、ハグサです。回転っていうかね、強さの方は、ミディアムで、やりました。ローですとね、ちょっと回転数が落ちちゃって刈りにくいんで、中速、ミディアムでやりましたらね、まあこのくらいのハグサ、まあ、4、50センチのハグサですけどね、だったらミディアムでも十分枯れます。まあ、で、本格的な草刈りはね、明日から始まろうかなと思ってるんですが、穂もね、そろそろ出る頃なんで、穂出てるかなと思ってね、ちょっと見回りを兼ねて、今ね、草刈り機を持ってきて、草刈り機をちょっとやったと。で、明日以降ですね、本格的な草刈りはね、明日以降やろうと思います。で、ハグサがこんな感じですね。よいしょ。はい、で、稲がこれ腰なんですけどね、1メーターぐらいかな、まあ1メーターいってないか、80か90センチで、こんな感じです。多分お盆の頃までにはね、放てると思うんですけどね、もうちょっと早いですね。田植えいつだっけな、6月10日頃だったんじゃないかな。で、種まきが4月の30日なんでね、はい、稲刈りは、9月の下旬、あと1ヶ月ちょっと先になります。で、これがね、堀の上っていうかね、際を除草剤かけました。際まで刈るとどうしてもね、刈った草が堀に落っこっちゃうんで、下の人にね、迷惑かけるんで、堀の際は除草剤かけました。うまーく枯れてるよね。で、2、30センチクライアンスが取れてるんで、これならばね、草刈りをやっても、まあ、堀にはほとんど、草は落ちないということで、まあ、竹志農場は何年か前からこの堀の上の部分、まあ、かぶってる部分については、除草剤を別途かけてます。あとはね、全部草刈り機で刈るんですけどね、はい、こんな感じでね、明日からまた、本格的に、草刈りを始めたいと思ってます。今日はね、家帰ってこれからまた動画の編集とかね、あるんで、今日は仕事はこれで終了です。ということで、田んぼの様子、明日から、草刈り始まりますよという動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。